こんばんは、春風旅行者の佐藤でございます。今回ポーランドですね。今回ポーランドのですね、読めますか、ビャウィストクという町ですね。その町をご紹介してみたいと思います。今回ネタが3本ありまして、まずですね、東北のベルサイユは何なんでしょうかね。それから伝統の2枚折り、もしくは20折りとも申します。それから3つ目ですね、最後のバイソン、以上の3本でご紹介してみたいと思います。まずそのこの町ですね、ビャウィストクの町なんですけれども、ワルシャワから見てこう、ポーランドの北側、ちょっとそのここの国境がですね、ベラルーシとの国境になるんですね。ベラルーシとの国境に近い、ポーランドの東北部では一番大きな町ですね。25、6万人の人口がいる、非常にポーランドでは大きな町ですね。でこのビャウィストックの町のところ、ちょっとこう大きくズームアップしてみますと、ここにあるのが真ん中にあるこのビャウィストックですね。でですね、ここに、先ほどの東北のベルサイユっていうのがありまして、でこの北にヤヌフっていう町があります。ここがですね、2番目にご案内する伝統の2枚織、もしくは20織っていうのがあるところなんですね。伝統織物があるところですね。で3つ目の最後のバイソン、それがですね、この町です。これちょっと読みにくいんですけれども、ビアボエイジャってですね、もしくはビアボエイジャっていう、そんなちょっとこうポーランド語を発音しにくいんですけども、このビアボエイジャの森をご紹介してみたいと思います。でそれではまず最初に東北のベルサイユですね。この東北のベルサイユですはですね、ブラニツキ宮殿っていうんですね。このブラニツキさんっていうのが貴族というよりはですね、日本でいうと何て言うんですかね、豪族の親玉みたいな感じですね。この辺りの領主の、領地の支配者だった方で、何て言うんですかね、例えばそのいろんなところにこう攻め込んでいく時の、軍事的な非常に重要な方であったわけですね。でその方がですね、18世紀頃にですね、宮殿を作るわけなんですけども、この時にですね、ベルサイユ宮殿のような宮殿を作りたいって思って作ったんですけども、もう一つありまして、ワルシャワにですね、ビラヌフ宮殿っていう、これもポーランドのベルサイユと呼ばれる非常に美しい宮殿があるんですね。ワルシャワ市内にあるんですけども、このビラヌフ宮殿に負けない宮殿をわしは作るんじゃということでですね、気合い入れまして作ったのがこのブラニツキ宮殿っていう宮殿なんですね。で建物も確かにベルサイユと比べるとやっぱりどうしてもちょっとこう一歩下がるというか二歩下がるというか、あれに勝てる宮殿はないんですけども、なんといってもやっぱりこの一番有名なのがこの庭園ですね、フランス庭園と呼ばれるもので、こちらのブラニツキ宮殿もですね、非常に美しいフランス庭園をこういうふうにこう作って、非常に大きな広大な敷地に作った庭園であり宮殿なんですね。でこの宮殿の中はですね、今一般に公開されていまして、これちょっと写真が暗いので分かりにくいかもしれませんけれども、この壁側の装飾とかですね、それから天井ちょっと見えないんですけども、その壁一面にこういろんな絵が描かれておりまして、そういう美しい宮殿が一般公開されていて、大広間ではですね、こういうコンサートなども開かれているんです。でこの宮殿とか古城っていうのはホテルになっているんですけども、ここはですねホテルではないんですね。では一体何になっているのかって、大学なんですね。こんな美しい宮殿を大学としてこう使えるっていうのは、そこで学べるっていうのはですね、非常に贅沢な環境だなと思うんですけども、このビャウィストックのですね、メディカルユニバーシティなので、医科大学か薬科大学というようなところの大学がですね、この中、他にも校舎がありますけれども、ここも校舎になっているという、ちょっと贅沢で羨ましいなという感じですね。でですね、続きまして今度ヤヌフですね。ヤヌフの伝統の二重織、もしくは二枚織、これビャウィストックの町から車でですね、30分か40分ぐらい行ったところにある本当に小さな村なんですけれども、これもですね18世紀頃、ブラニツキ宮殿が作られたのと、その先ほどの東北のベルサイユですね、それが作られたのと同じぐらいの時期から、発生したものなんですけれども、この2枚の布をこう重ねてですね、それでこう折っていくという折り方なんですね。細かい折り方とか技法に関しましてはですね、ヤヌフ織というふうに調べていただくと Google でたくさん出てきますので、そちらの方はですね、その道の専門の方にお任せするとして、こういうですね、ヤヌフ絨毯などともいうですね、非常にこう大きな織物なんですね。もともとはその生活用具として使われて、要するに
こうなんていうんですか、防寒のためのこう床に敷くようなものとして、まあ、作られていたわけなんですけれども、まあ、現在ではですね、こうタペストリーとしてこう壁に飾って鑑賞されるっていうのもありますし、まあ、もちろんですね、今でもそのラグのような形でですね、まあ、いろんなデザイン色がありますので、そういったものをまあ実用品としてまあご利用いただいている方も多いと思います。日本でもご購入いただけます。ヤヌフォーリで調べていただければ、まあ、いろんな通販で販売していらっしゃると思います。でですね、このヤヌフォーリなんですけれども、今あの織り手の方のやっぱり高齢化が進んでいるんですね。でそうではあったとしても、いわゆる継ぎ手ですね、継承者の方が、まあ、なかなかいらっしゃらないっていうのがですね、まあ、これどこの伝統的なその織物の伝統織物でもその世界でもそうなんですけども、継ぎ手の継承者の問題がやっぱりちょっとこうあるような状況なんですね。で例えば日本でですね、織物にやっている、もしくは織物興味があるっていう方でですね、これこうなんか体験してみたいっていう方はですね、この織り手の方がですね、この矢の負の織り手の方々がそれぞれワークショップを開いていらっしゃるんですね。ですから、まあ、スケジュールとか予約とかをこうちゃんとセッティングすればですね、まあ、ここまで行かれてその日その日時にこうワークショップを、まあ、体験できる、ワークショップに参加できるっていうふうになっておりますので、まあ、ご興味のある方はぜひご連絡いただければ、セッティングは可能になっております。でこの矢の方にですね、まあ、本当に継ぎ手の方がいらっしゃらないっていう問題がやっぱりちょっとポーランドの中、他の伝統芸能で伝統的な織物でもそうですけど、まあ、そこがちょっと問題になっているということなんですね。でですね、今度は3つ目です、ビャオビエジャの森、ビャオビエジャの森ですね、これはですね世界遺産なんですね。でこのビャオビエジャというのはですね、ポーランド側とそれからベラルーシ側と2つあるんですね。国境を接している非常に大きな森なんですね。で最初にポーランド側が世界遺産に登録されて、それからベラルーシ側が登録されたっていう、まあ、そういう大きな森なんですけども、ここの森はですねとにかく広大なんですね。まあ、ちょっと遠くから引いてる、まあ、見える限りの範囲でも、まあ、こんな写真には全然収まるわけではないんですけども、非常に大きな森なんですが、ここで一体何が見れるのか、何を期待するのかというとですね、まあ、先ほどちょっと申しましたけれども野生のバイソンなんですね。ヨーロッパバイソン、野生のヨーロッパバイソンというのはもうここにしか生息していないんですね。まあ、ですのでそういった野生のバイソンに興味のある方はですね、まあ、こちらまでいらっしゃるということなんですけれども、これを見たいと思われる方はですね、絶対とは申し上げませんけれども、季節がおすすめの季節があるんですよ。でそれはですね、この写真をちょっと見ていただきたいんですけれども、これはですね、緑生い茂る森の中をこうバイソンが多分駆けている、ジャンプしているところなんですけれども、これ春か夏の写真なんですけれども、冬になりますとね、この緑の葉っぱ全部落ちて、まあ、バックは雪なので真っ白になって、木の幹の茶色ぐらいしかないんですね。あとはこの動く茶色って、動く茶色が動く黒っていうのはもうバイソンなんです。つまりですね、冬の方が雪が降ってる時の方が非常に見つけやすいんですね。で私どもでこのビャウエジャーに行かれたお客様全員冬で、全員ご覧いただけました。でですね、このヨーロッパバイソンを見るツアーっていうのがやっぱりありまして、ポーランド側だけっていうのが一般的なツアーなんですね。ただ私どもの場合はですね、ちょっと現地の、まあ、私どものパートナーを通じてですね、いろんなところにコンタクトを取って、ベラルーシ側まで入れる特別の許可を、普通は入れないんですけど、特別の許可をもらうんですね。そうするとですね、1日だけです、宿泊はできないんですけど、1日だけこう行って戻ってくると。でこのバイソンをご覧になられる方っていうのは大体2泊、まあ、大きい方で3泊、大体2泊なんですけれども、夜ビャウエジャの森、まあ、近くにホテルありますからそこに着いて、で朝ポーラン、翌日はポーランド、1日側はポーランド側だけです。1日はポーランド側だけですね。で2日目になります、今度3日目ですね、2泊目した3日目になりますと、今度はその先ほどの許可書を持ってベラルーシ側に入るんですね。で1日ベラルーシ側で、まあ、そこでご飯食べたりして、まあ、戻ってくると。で四輪の 4WD とかバギーみたいなものでこうガイドさんが連れて行ってくれるんですね。ですから英語かもしくはポーランド語ガイドになりますので、まあ、それでも多分十分かなと思うんですけども、ご希望される方は日本語ガイドを連れていけばですね、先ほど の, その東北のベルサイユというの後にこう行かれた場合にはとてもその分かりやすいと思うんですけれども、ポーランド人は
ベラルーシが入れないんです。外国人の方だけ特別にそういう許可を出してもらうことができるんですよ。それもボタンを押したらすぐ許可が出てくるわけではないので、ちょっと時間かかるんですけれど、そのような感じなので、ベラルーシ側に入られるときはですね、申し訳ないんですけども、英語ガイドだけになってしまう、ドライバーガイドですね、にだけになってしまいます。皆さんそんな感じだったんですけど、それでもですね、結局はバイソンっていう言葉ぐらいしか、あとランチとかですね、そんな程度の言葉で通じるので、ドリンクとかですね、通じるので全然問題ないんですけれども、そこでこう皆さんご覧いただけたと、両方でご覧いただけたとおっしゃってましたですね。ですから、そのヨーロッパバイソン、野生の最後のヨーロッパバイソンをご覧になりたい方は、できれば冬、この冬なんかもいいですね。ポーランド、今日本からのとこ問題なく入れますから、そういったところで行かれるのをお勧めしているという、そんな状況なんですね。今回はですね、このポーランドの東北部の一番起点となる、東北部で一番大きな町であります、ビャウィストクの町をご紹介いたしました。またですね、このビャウィストクの町自体の観光についてはまた別な動画をアップしようと思っておりますし、このもちろんその東北のベルサイユも含めてですけれども、先ほどのヨーロッパバイソンのビャウエージャの森ですね、これもまた他にもいろんな動物とか植物とかいろいろご覧いただけますし、またですね、ナチュラルセンターというのがあって、そこでこういろんな博物館みたいなところもありますので、またそういったものもですね、また別な動画でご紹介したいとしてみたいと思っております。冬はですね、やっぱりバイソン見やすい、見つけやすい時期なので、寒いです。内陸部なのでちょっと寒いんですけれども、バイソン見たいなと思われた方、しかもその野生のバイソンをですね、お子様に見せてあげたいっていう方ですね、冬のポーランド、ちょっと寒いですけれども、行かれてみてはいかがでしょうか。それではチャンネル登録お願いいたします。ありがとうございました。